忍者。うわ、じゃ、忍者。じゃ、じゃですかこれ、やですか。じゃ、や、じゃ、やかな、やか、やか、や、うーん、ヤクルト、お、と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 んび、お、ビール、ルーティン、と、うわと、と、とけい、お、糸、武田なりさ、タゴの、の、ノラはダメ？あ、でもノラいいんじゃないですか。ノラ、ノラ、ラリルーレロー。お、意外と上手ですね。なんかもっと時間かかるかと思ったけど、20分ぐらいかかるかと思いました。よかったよかった。あ、よかった。はい、こちらはラビオレさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ナリちゃん、ドゥちゃん、ラリルーは、ラリルーは、ワ、ワニ、に、肉、く、くま、ま、マント、と、時計、い、石、し、しお、お、親子、こ、今回のオープニングは、お決まりの挨拶、ルーティンと武田ラリサタゴのラリルーレロが言えるように、しりとりをして始めてみてはいかがでしょうか。か、カニ。おお、続けてある。カニから続ければよかったのかな。あ、確かに、この、これを読んでからやればよかったんですね。謎に、謎に作家さんに単語くださいって。単語くださいから始めて、作家さんは何もわからないまま今、本編が始まってしまいました。忍者。意外とスムーズ、意外といけるもんですね。いや、ルーティンにつなげるの結構難しいかなって思ったんですけど。いや、ビール来ましたね。いいですね。なかなかルで終わるもの難しいないんじゃないですか、うん、ルで始まるものはないイメージありますけど。でもルビーとかルーレットとか、でもなんかそれしかないみたいな。ルートとか、お、おお、ルーマニアとか、おお、いろいろある気がするけど、強い、へへへこれでもいいですね。楽しい、楽しい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あ、それでは本編始めていきますかね。そうですね、うん、そうですね。はい、それでは本編どうぞ。せーの、コメントを拾おう。というわけで今回も生配信なので、皆さんのコメントを拾っていきたいと思いまーす。みんなのコメント見えてるよ。ガチャン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 、溜まってってる、溜まってってる、ガチャンコ。でまだテーマ言ってないのに。いやでもあのこんにちはだとか見えてるとか。あ、そうね、そういうのが溜まってるんだ。ガチャン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 。なんか聞きますか、せっかくだから。今日はなんかあの11月14日らしい。はい、14日。はい、11月ってね、いい〇〇の日がありがち。今日は何の日？今日は14日。いい何の日ですか？何の日ですか？ガチャンコガチャンコガチャンガチャンコガチャンコガチャガチャガチャ。あ、溜まってる。山のようです。拾ってきますね。はい、あ、すごい圧縮してる。コメントも圧縮してる。たくさん拾うためにね。よし、ハンバーガーみたいですね。潰してから拾ってきましたよ。りょうさんが潰したコメントです。じゃあ一文字ずつ。文字ずつ。今日14日はいい、いい、これだ。ちょっと待って、2個ある気がする。繋がってる。せーの、じゃん。いいのえの日。のえの日。いいねじゃないんです。確かにね。いいのえ。いいのえ。14にはでもいいよいいよの犬へ。犬へ。ちょっといつもよりねっとりした感じの。ねっとりだね。犬への日。みんなしょうもないね。しょうもないですね、これ。犬へ。もうちょっとちゃんとしたことをコメントしてください。ガチャチョコ、ガチャコ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 コ、もう直接受け取るか、そのまま。確かに。ガチャココ、ガチャココ。皆さん、たくさんコメントしてくださいね。下もね、下も上も。下も上も。ガチャココ、ガチャココ、ガチャココ。
あー、たまってきた。のと絵のコメント。まあまあまあ、まあまあ、もう来ないでしょ。来ないの。のと絵の入ったコメントは拾えないですよ、うん、どれにしようかな。これ今日11月14日はせーの、ローだ。いい色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 だ。いいのだでもなく、いい色だ。いい色だ。の、あ、中間。中間。いい色だと、いいのだの。いい色だ。いい色だね。いい色だ。いいのえ。いいのえ。いい色だ。いい色だ。なんかねっとりしてるな、今日。今日ねっとりしてる。なんかちょっと爽やかめなのないかな、うん、いつもよりコメントの湿度が高い、うん、4文字にしますか。4文字だと爽やかになるのかな。もうちょっと爽やかになりそうな、うん、2文字ずつぐらい。待って、今日は絡まってる。あー、絡まってる。ちょっと待ってください、やめよう。これとこれ、はい。今日11月14日は、せーの、はやばい。ひつきゆ、ひつきゆさば、ひつきゆさばの日。どういうこと。いいひつ、いいひつき、いい日のつきゆさば。どういう、ゆさば、ゆさば、ゆさば。いい日っていうのは分かるんですけど、いい日ってことは分かる。いい日の、いい日でいい月だし、いい湯だし、いい沢だし。ああ、いいこと尽くしだね、今月 ね、 じゃあね、いい色だ。いい色だ。いいのえ。いいのえ。もっとなんか爽やかなのが欲しい、うん、なんか湿っぽいし、生臭くなってきたし、なんなら、うん、ねー、沢出てきちゃったか。ちょっと今日の皆さん臭いかもしれない。コメントちょっと匂うかも。ね、ちょっとね、うん。ちょっとパブっときますね。シシ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 。綺麗にしときましょう。綺麗にしときます。ちょっとね、湿り気があるとね、匂い出がちなんでね。うん、そうですね。今日のコメントはちょっと匂いがちということで。ね、ロコネームキクさんからいただきました。ありがとうございます。ラリちゃん、ルーさん、ラリルーワー。ラリルーワー。高校時代、部活の後輩にこのようなことを聞かれました。はい。カレーライス、ルー抜きで頼んだら一体何が出てくるのかと。おー、後輩なんてことを考えるんだ。お米が出てくるんですかね。お米が出てくるんですかね。自分はカレーのルーはあの茶色くてドロドロしたものだから、米に野菜や肉が乗ったものが出てくる。あー、確かに。そうか、ルーだけが抜きだから、ルー抜きだから、うん、なるほどねと主張し、うん、後輩はルーは具材も含めてルーだから米だけが出てくると主張してきました。こっちかと思った。二、うん、人の意見は全くの平行線。1時間ほどの議論や第三者を交えようとしても、そんなバカバカしい話は嫌だ、したくないと正論で断られてしまい、正論ですね、ついに決着はつきませんでした。そこでお二人にライスをくだらないことをお聞きします。カレーライスのルー抜きを注文したら何が出てくると思いますか。というメールが4月に来ておりました。今日のふつおたは月のなんか発酵した順に、発酵したものが通りでちょっと匂ってくると思いましたよ、ね、さっきの流れから、うん、発酵してきてましたから、さっきの流れから、うん、コメント披露から流れから。でもこれを読んで私分かりました、うん、カレーライスのルー抜きはお湯でふやかされた野菜が出てくるじゃないですか、お湯と一緒に。いやでもそれはお店的にはそれは一から作ってるから、あのルーを使ってないってことですか、うん、でもルーを使ってないってことはカレーが出てくるんじゃないですか。うちはルー使ってないんでって言って、本当だね、単純に美味しいカレーが出てくる。確かにね。あれ、ルーって何のことをルーって呼んでるんですか。ルーって何ですか。この市販で売ってるあれの塊のことをルーって呼んでるんですか。私はそう思ってました。もうあの茶色いドロドロ、あれがそもそもルーなんですか。あれはカレーじゃないですか。ルーってじゃあ何。あの固形の、ドロドロルーって言うんですか。
そしたらあれは具材なしのカレーじゃないですか。ルーをお湯に溶かしたらカレーになるみたいな、あの固形のものをルーって呼んでました。固形のものをルーって呼んでるのかな。みんなさ何をルーって呼んでるのかなんか謎になってきた今それが。分かんなくなってきましたね。分かんなくなってきた。え、この議論めっちゃ楽しいのになんで誰も付き合ってくれなかったんだろう。バカバカしくないよ後輩くん。うん、奥が深いよこれは。奥が深いよ。何をルーかっていうのも、そう、定義から。そう、キクさん言ってやってください。そうだそうだ、もう4月の話ですけど、もうこの話をぶり返してやってください。もうこの話をしたことも忘れているでしょうけど、うん、出てきました。ルーって何を思って。語源はフランス語で、語源はフランス語で、フランス語、小麦粉と油脂を炒めてスープのつなぎに使うものを言う。ちょっと待って、小麦粉と油脂を炒めてスープのつなぎ、つなぎに使うもの。カレーとルーは別々。別だ。カレールー、そっか、そこにカレーパウダー加えたらカレールーになるんだ。あ、ハウス食品さん、なるほど。ってことはルーを抜くと、抜きでって頼んだらスパイスは来るんだ。スパイスは来るわ。水、水も来る。水も来ますよね、うん、ってことはつなぎに使うものですもんね。じゃあ小麦粉と、小麦粉と油脂と、小麦粉と油脂が抜かれたものが、いや、小麦粉と油脂をつなぎ合わせるためのスープ状のやつですよね。これがルーですよね。あれ、だから小麦粉と油脂と、小麦粉と油脂を炒めて作られた、スープのつなぎですもんね。そうそう、スープってことは小麦粉と油脂はルーなんですよ。え、小麦粉と油脂はルー？小麦粉と油脂を炒めた小麦粉と油脂を炒めたスープのつなぎをルーと呼ぶから、そうかそうか、つまりカレーから小麦粉と油脂が抜かれた限りなくカレーに近い。でもカレーパウダーは入ってるってことですもんね。カレーパウダーは入ってますね。スパイスも入ってる。スパイスも入ってる。ただそのなんとなくカレーっぽい何かが欠如した。液状ではないってことです。でもお湯はあるんで液状だと思います。お湯はあるのか。スパイスもあるんで、なんかあのもったり感、あ、スープカレーになるのかな。スープカレーかな。確かに。めっちゃ楽しいじゃないですかキクさん、こんなん何時間でも話せますよ。何ですかこの話。もっとちゃんと調べて、うんね、なんか話せた。カレーのルーを追加したい場合あるじゃないですか、お店とか。あ、確かにカレーのルー追加したい。あれってルーのおかわりくださいって言ったら、あれはでも私カレーのおかわりくださいって言わない。カレーの、カレーのルーってなってない。カレーのルーってなってない。メニュー上は、メニュー上はカレーのおかわりって書いてある。ルーのおかわりとは聞かないもんね。あ、カレーソースだ。あ、カレーソースか。だからルー追加ってなったら、つなぎだけが。あ、確かに。あ、ルーを追加ってやったらつなぎだけ来ちゃうから、じゃあルー追加くださいって言っちゃダメなんだ。ダメですよ。小麦粉とかなんかを炒めた謎のものが来ちゃうってことだ。おお。なるほどね。すごい興味深かったです。これ何時間でも話せます。話してください。改めて後輩と、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、レロッコネーム、瀬戸さんからです。ありがとうございます。ルーさん、ダリさん、ラリルーは、ラリルーは。最近、お二人が偽物かどうかの検証をなされていましたが、あ、最近4月の話ですね。あ、匂いますね、うん、追加で気になることがあります。それは武田ラリサタゴさんの宣材写真です。僕の知っている武田ラリサタゴさんは、うん、いつもニコニコしている可愛いお人なんですが、うん、宣材写真に写っておられる方はすごくクールで、もはやベテラン声優かのような風格さえ感じます。このクールな人が偽物ですよね。それとも可愛い方が偽物ですか。どっちですか。ちょっと武田ラリサタゴの宣材写真を今見てみてもいいですか。はい。でもこれ毎回何かしらで世に出るたびに物議を醸している私の宣材写真、うん、私のことを知っている人はブツってますね。ブツあー、これ、これです、これです。あー、なるほどね。これと同じ顔して。え、違うよ。違う違う、一緒ですよ。この顔だよ、この顔。
違うね。難しい。違うね。もう再現できないのかもしれないですね。クールな顔してるんだってよ。そうなんです。でも私からしたらですよ、うん、そもそも声優業をしている武田ラリサタゴは偽物なんですよ。まあ自分あのプライベートの自分からするとね、うんうんうん、確かにそれはわかる。だからその偽物の潜在写真が偽物に似てないからっていうのを言われても、今はプライベートの武田ラリサタゴからしたら偽物。そうですね、お仕事の武田ラリサタゴから見ても偽物で、お仕事の武田ラリサタゴから見たらラリルレロは偽物です。一緒じゃないです、うん、ラリルレロの武田ラリサタゴ、お仕事をしてる武田ラリサタゴとラリルレロの武田ラリサタゴとプライベートの武田ラリサタゴと潜在写真の武田ラリサタゴ潜在写真1年目の4月に写真だけ撮って、潜在写真は別の人が撮ってる感じ。別の人です。お仕事の武田ライサタゴじゃないの、仕事だから。でも多分今この人は本当はこうなんだけど、うん、こことここが別人なんじゃないかって仮説を立ててるんですよ、うんうん、写真だけ撮って活動してない武田ライサタゴがいて、うん、それを今ラリルーレルの武田ライサタゴにメール送ってきてるんですよ。 そうだね、それはおかしな話だ。そう、せめてこっちかこっちに送ってもらわないと、うん、そうね、こっちの私に言われてもちょっとここで行われてることがわからないんですよ。そりゃそうだわ。そうなんです、ちょっとそりゃそうだわ。ここじゃないところに事務所に事務所に言ってください。メールをまるで別人ですと、うん、でも新しくね髪色、仕事の武田らしさタゴが撮ってもいいんじゃない。確かにそろそろ、ね、言っときます。髪色も変わったしね、うん、それは私も思いますね、うん、撮り直した方がいいんじゃないかなって思ってます。いつか撮り直しましょう。いつか撮り直します、うん、きっと変わってるかと思います、そのうち、そのうち、はい。なんかすごいふわっとした会話して今日ずっと。せーの、3人よりも文字の知恵。メールを紹介します。はい、デロックネームゾッコさんからいただきました。ありがとうございます。ルーちゃん、ダリちゃん、ダリルーはダリルーは3人よれば文殊の知恵ということわざがあります、うん、平凡な人でも3人で相談すれば知恵を司る文殊菩薩のような素晴らしい知恵が出るという例えですが、3人より多い場合はどうなってしまうのでしょうか。もっとすごいことが起きるのではないでしょうか。人格を増やして検証してみてくださいということで受けたま受けていいのか全然今メールを見てみて今回の企画全然違うなと、うん、これを受けたまわった結果の検証では全然ないんですけど、うんうん、なので受けたまわれないので、またもう検証してほしい場合はまた同じメールを送ってください。全くコピペしてもう一回送ってください。今回はまた別の企画をします、はい、受けたまわれませんでしたということで、3人やれば文殊の知恵ということわざをこちらはこれはね検証していきたいと思いますよ、はい、これに関してはと言っても私たちは2人しかいないので、今日はゲストをお迎えします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。私ちょっと事務所の待合室でお話ししたことしかなくて、いや私も実はあそうなんだ、から今日初めてそうお話しさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いしますはい、ということでですね、はい、あの今回はいつもの Not 30を、はいはいはい、あのやっていくんですけども、はい、3人でやるので1人3つまでいつも数字言ってますよね、はいはいはい、で交互に数字を3つずつ言っていきます、はい、で3人目のあなたに3時を言わせてはいけないというゲームです。おー、でも私たちも3時は言いたくない。全員3時は言いたくない、ね、全員は3時は言いたくないけど、はい、あのチーム的なルールとしてはこの子に3時を言わせたい。でも誰が3人目になるかわからないってことですもんねこの子の人格この子の人格をどちらかがやりますそうですね、うん、そうそう彼女は2人目かもしれないってことですね。そうそう、彼女は2人目かもしれない。わかりましたではまず引いていきましょう。1人目か2人目か3人目かを、自分が何者なのか、自分が何者なのかいきます。じゃあルーさんどうぞ。いいんですか。では、はい、あ、じゃあルーさんが、私は
はい、オッケーです。はい、ポッケに入れます。私も、はい、では手目をつぶります。はい、私がこちらでございます。それではあの余ったものを二人とも目つぶりますね。お願いしますね。はい、お願いしますね。目つぶってますので、ぜひあの皆さん確認してあげて。じゃあ見せますね。はい、確認です。よろしいですか。はい、閉じますね。はい、目開けて大丈夫です。いや、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあじゃんけんしますか。じゃんけんしますか。最初はじゃんけん、はい。ああ、なるほど。わかんないけど、とりあえず、はい、この子の代わりに、はい、あいこうでしょ。おー、あいこうでしょ。おー、勝ちました。あー、なるほど。じゃあ私から時計回りに、はい、時計回りに OK です。じゃあ1、2、3、4、5、6。あ、ちょっとこれ時計回りミスったな。10、11、12、13、14、18、19、20、21、23。24、28、29。私が3人目さ。うわ、2人とも驚いてますね。私はこの子とペアだったのか。そうですよ。仲間だと思ってましたね。ちょっともう一回やろう。悔しい。宝田ラリサタゴのこと完全に仲間だと思って、そんな気がしました。あ、すごい、やっぱそうですよね。悔しがってる。いや、すいません、ゲームはゲームなので、ちょっとこっちもこっちとペアだと思ってたみたい。あ、そう、そうですよね。いや、すいません、本当先輩後輩とかちょっとないんで今は。すいません。確認ですけど、2人チームはどっちかが30いったら2人とも負けですか。ああ、じゃあ今私以外は全員負けたということで、連帯責任。連帯責任。じゃあ次はじゃあそちらから。私からじゃあ。これだ。私はこれでございます。笑ってる。いいですか。じゃあ次私が引かせていただきます。はい、私はこちらでございます。はい、ポッキーにしまいました。では3、この方、じゃあもう皆さんにお見せするのもお任せしましょう、お任せしましょうか。お願いします。目閉じてますね。え、本当に聞こえる。はい、 OK です。はい、はい、それではじゃんけんしましょう。さっきちょっと私やっちゃったんで。はい、2人じゃあ最初はグーじゃんけんぽい。おお、1人勝ち。1人勝ち。じゃあ高校周りでいいですか。逆周りにしてみますか。 OK です、わかりました。じゃあ、じゃあどうぞ。4、5、6、7、8、9、12、13、14、15、16、17。
誰が3人目なんだ誰が3人目なんだ言ってるルーさんだって誰が3人目なんだそういうフェイクを入れている何番目だっけあ、待って、私なんて言いましたっけ、なんて言いましたっけ、17までいった、ああ、17までいった、待って、17ね、でも彼女がね、なんていうかわからないですから、21、22、23、24に25、28、29、30これで2人だったらルーさんも一緒に負けですか、ね、そうですね、でもさっきの恨みがあるんで一緒に負けたとしても、うん、ルーさんひどいですよ、私お前は3人目なんだよっしゃーやったそう迷ったんですけどね、ルーさんに信じてほしくてちょっと仲間っぽいムーブをしたつもりだったんですけど、恨みのせいで無理だった恨みのせいで無理なんか今まで2人でしかさ Not 30やったことなかったから、ね、はい、3人いるとなんかいや面白い、面白かった、来てくれてありがとう、なんか人狼の要素も加わって、ね、チーム戦ってお前は仲間なのか、私は今は仲間ですよ、今は仲間、面白かったチーム戦のノッチさって面白かったですね、これなんか3人よればモンジュノッチなんだけど、なんかいやこれ3人よってもモンジュノッチというか、ゲームをしただけというか、これタイトルがなんかかなりタイトル詐欺、そうですが私はちょっとメールをお便り送ってもらって、このことわざについてはまた検証していきたいと思います。あ、本当だ、タイトル3人よれば文字の知恵、ハテナがハテナだ、じゃあこの後きっと3人よれば文字の知恵、うん、びっくりマークがどこかでどこかでゾコさんがもう一回同じメールを送ってくれればあるかもしれません、お楽しみに、はい、この番組ではいろいろな企画に挑戦していきますので、こんなこともやってほしいというものがあればメールで教えてください。メールは番組の公式ツイッターにリンクがあるメールフォームから送ってくださいね。公式ツイッターのアカウントはラリアンダーバールアンダーバールです。 R だったり L だったり面倒なのでツイッターで番組名で検索してください。皆さんからのメッセージも読んでいきたいと思いますので、普通歌も送ってくださいね。お二人目だと思います。そしてこの番組には、はい、お悩みチャンネル会員の皆さんだけが視聴できる動画もあります。今井さんです。金額は税込み月額550円です。本編ではお見せしていない企画の一部を会員限定でお見せしています。わかります。過去の本編動画やみやみチャンネルの他の番組も視聴できるので得です。それでは今回の配信は以上となります。ありがとうございました。今日2人目のゲストということでね、今日はお越しいただきスケジュールがすごいギリギリだったらしくて、いや嬉しいね、参加してくれて本当にありがとうございます。言い残したことがある、ある、あるんですか。お口があるそうなので、ではお願いします。私たちもいただきましたもんね、お名前のお名前書いていただいて、書いていただいたものをさっきいただきまして、なんかこの MV とか今回なんか海外まで行ったらしくて、うわすごーい、すごい、ね、水着になったりしたんですか。そうなんですか。すごい、見たい、見たい、それは見たいです。でも流してほしい、ここに。いや今回作詞作曲もね、ご自身で初めて、ね、どういう思いで書かれたんですか、作詞は。あー、すごい素晴らしい。それをね、言葉に表現しようっていうね、ことがすごいですよね。やはり語彙力が凄まじいですね。凄まじいね、作詞、曲についてもね。初回特典でもお知らせがある。お知らせ、どうぞ、ではどうぞ、どうぞ、どうぞ。はい、という
ということで、なんか店舗によっても購入した人によってなんか違うあのチェキがもらえたりとかするらしいですよ。なんかサイン会もあの店舗回ってなされるみたいで、ね、すごいポップにサインも書かれてるみたいな。そんなお忙しい中わざわざライルそうなんですよ。はあ、もう店舗回ってる間途中でラリルエロに寄って今また店舗回りに、うん、これからまた回りに行かれるみたいで、もう11時ですけど、いやそうなんです、これから生配信なのでラリルエロは、うん、そう11時からもうてっぺん超える勢いらしいです。ファンの方はね、はい、てっぺん超えるまで、そのもうスタッフさん用にも、ね、いっぱいあのいただけたので、いやありがとうございます。ぜひあの今日のエンディングで ね、かけたいと思います。そうですね、アミヤミさん全面協力のもと、ね、制作されたらしいので、はい、そうなんでそうだったですね。はい、ありがとうございました今日は、はい、この番組はですね各週月曜日更新となっております。ということで次回はね、あの私たちお二人でお送りします。はい、はい、11月28日月曜日の22時30分からです。プラネタリウムムールがいいイスタンブールイスタンブールルーティンとトバッチリートバッチリーリコッタチーズズー骸骨ズー骸骨ツーツツツタ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 武田ラリサタゴとあーもう頑張れ、大丈夫大丈夫、あーいいと思います。はい、バイバイ。これがいい、イントロからいいね、うんうん、素敵だわ、すごいなんか体がね、乗る、なんか動いたくなっちゃう、うんうんうん、あ、そうなんですか、作曲ってね、大変だから、うん、そうなんです。あ、はい、すごい乗れる、めちゃくちゃライブでも映えそうな曲じゃん、絶対ね、乗れますよ、サビ来るぞサビ来るぞ、やばいやばいやばい、はい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 、うーおー、あーいいですね、いい曲、これ楽しいです、うん、楽しい。